日本新潟県新潟市中央区横七番町通り横七番町通りは新潟市中央区の市道またはその沿道の町名。現行行政地名は横七番町通り1丁目から横七番町通り5丁目。住居表示水施区域。郵便番号は951-8083。新潟市街地は南側の白山神社法をかみて北側の品野川加工法を経たとするが 横七番町通りはその下、いわゆる下町と呼ばれる地域を従官している。古町通と東堀通りが交流する東堀通り13番町交差点を起点に1丁目から5丁目まである。当地域の人口は419人。北から東回り順に以下の町寺と隣接する。横七番町通りは、明治5年の住所改正まで熊谷工事の名で呼ばれていた。 本町2にあった熊谷一左門の屋敷が由来と思われる。工事を挟んだ富田里市左門の屋敷から里市左門の工事としている絵図もある。江戸時代の工事周辺は信濃川の土砂体積によって徐々に広がった新しい町のため新地と呼ばれていた。当時の新潟町では工事と呼ばれる道路は基本的に商店や屋敷の表間口が構えられる。 ことがなく、通りと呼ばれる道路を結ぶ連絡通路でしかなかった。しかし熊谷工事、人工老工事など何本かの工事は、幕末までに通りと変わらず氷間口が並ぶようになっていた、県令、楠本正隆が行った、明治5年の住所改正は、通り屋工事、堀のお名前を単純化するものであった。例えば、 町と品の川を結ぶ横堀は上手の白山堀から順に番号が振られ、一番堀から五番堀に町を循環するようにあった寺町堀と片源堀はそれぞれ西堀と東堀といった具合である。熊谷工事のような表間口が並ぶ工事は横丁と名付けられ、上手の横一番丁通りから順に横七番丁通りまで改められた。 しかし結果的に解明された名は、住人の間で馴染むことはなく、一番法理通りや、横七番町通りのように解明後の名がそのまま、定着した例は、ごくわずかである。横七番町出身の著名な人物としては、歌手の小林幸子が挙げられる。2018年1月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。